せい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 流星。どうもルースです。どうもミシマンジャパンです。どうもジュライです。フィリピです。キアノです。こんにちは、ミリチャムです。今回はノーリアクションをキャプテンスラやっていきたいと思います。ここに座ってる男子3人にエリピとミアナが白っこい顔をしていろいろ仕掛けてもらうんですけど、それに対してどんだけこの3人がノーリアクションでいけるか。じゃあこっちはもう白っこい顔してピンクでいけばいいとか。 それもありだね。リアクションさせてもらえるか。いやでもね、私の予想ね、ジュライ君強そう。めっちゃ強そう。強いっしょ。いやマジ強いよ。強いよ。いける気がする。ケイシが一番弱い。そっちにですよ。分かってんじゃん。ってことで早速始めていきたいと思います。レッツゴー。はい、ってことでまず1個目、ガルビンタです。よし、頑張ってください。ジュライ君絶対いけるっすよ。ことが終わった後に10秒間ノーリアクションでいられたら OK。 全くもって問題ないしです。問題ないです。ってことで、それではまずリアナとジュライ君どうぞ。てかこのシーンっていうのはちょっとまずいよね。いや、グーでしょ。いいじゃない。でも音グー出したのピンタじゃない音した。そうね、痛みとかその後の感じがマジきついよ。はい、次はエリプトケイシです。2組目どうぞ。倒れてる時点でリアクションない。何してんだよお前。すみません、ケイシアウト。はい、ってことで次は流星なんですけども、なんと編集長のスペシャルコンテンツです。私も内容知りません。知りません。怖いんだけど。ではいけます。はい、はい。でかいでしょ。マジか。はい、ということでジュライの編集長スペシャルタイムです。どうぞ。問題ありません。
3、2、1。結構痛いんだ。もう一本残ってるよ。もう大丈夫せん。3、2、1。見せアウトどうにかすできればどうやる。いや、めっちゃ息しやすいっす、今。気がない。育毛だ。次は、ケイシーリアナに行ってもらいたいと思います。どうぞ。行きます。待って待って待って。3、2、1。せーの。やった問題なかったっす。ありがとうございます。ジュライでも強いな。強い。強すぎる。ジュライはもう負けなし、負けはないということで、2人一気に同時にね、やってもらいたいと思います。はい、ではそれではどうぞ。腹筋とかって俺って出しゃるんですか。出しゃるんですか。効かないすごい。しっかり破ってくれ。はい、ということで終わりました。結果発表なんですけども、ノーリアクションだったのはジュライです。おめでとうございます。圧倒的です。圧倒的すぎる。今ローマ人みたいになっちゃってるけど、てかジュライくんって生きてる中で一番白濃いと思うんですよ。逆に白濃いから白濃く返しても反応しないんですよ。ということで2位がケイシの、2位は流星です。はい、勝ちました。問題ありません。てかよく頑張った。普通にヒントとかしちゃって。なんで頑張った、うん、もう悔しい。悔しい。リベンジで。あ、リベンジ、リベンジだ。リベンジで。はい、ということでこれが好評だったらまたやりたいと思います。はい、メンズはきついかもしれませんが、確かに何年かぶるかもしれないですね。はい、ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。バイバイ。